月曜企画恋愛アダルケーション。この大人気企画1ヶ月ちょい。いやでもこれは実はね、マジで低評価が高評価、あ、高評価が低評価が上回る数少ない稀有な企画でした。稀有な企画、はい、なんかこの僕これ大好きでした。このあ、じゃあ、はい、2人が卒業しても一人でやってる。やりませんよ。誰がどうやってんの。俺が1人やってんの。でも向こうのそうだね、ポッポッポー睡眠薬なんでこれやってるんですか。今日出ない予定なのに睡眠薬出てきた。先週俺薬ダメ絶対って言いましたよ。そこで出たわ、仕組みだから見ちゃう。ダメです。一人だろ、関係ありません。で、まあ、この恋愛アドケーションまだ見てないよっていう方に、ルール説明したいと思います、はい。皆さん恋愛してる時っていろいろな駆け引きとかテクニック使ってください。使ってるでいいじゃん。もう先週もやったくらいなんですけど、こってもしょうがないでしょ。こってもしょうがないでしょ。使ってるでいいんだよ。こんなとこ時間取るのじゃない。使ってますね。そういうテクニックってネットで探したらいくらでもいいんだけど、例えばね、LINE の聞き方、これね、何とでも出てきます、で、果たして本当にそれが効果あるのか、ネットに転がってる情報は、ね、それは今から僕たちが今やるんで、バカさんの判断してください、あ、これは効果あるね、で、これはランキングつけて、あ、これ効果ないね、で、これね、全部バカさんの判断、まあ、女性目線ということです、で、今回のテーマ、はい、クリスマスデートにおすすめな場所。面白いです、もう来週に、ね、迫ってまいりました。クリスマスイブ、クリスマス、皆さんどうですか、いかがお過ごしですか、ね、これライブだ。いや、そんなどうでもいいですよ。ライブだじゃない。あ、はいはいはい、その後は打ち上げあるじゃん。打ち上げがある。その後どうなら帰るんだ。いるんじゃないですか、実はどうなんすか、いるんじゃないの。いたら今までここ出ないでデート行ってる。いや、それは違うでしょ。それは違う。私は女子会してます。女子会ですか。ああ、いいですね、ブリファンのイブ女子会、はい、彼氏がいない女子が集まるっていうね、まあ定番のやつですよ。いいのに一人ですか。ライブなったことを打ち明けてます。あ、いいじゃないですか。僕はビリさんの言う、なんと、一人で編集してます。おめでとうございます。編集しております。お疲れ様です。お疲れ。どうでもいいです、このくらい全カットいきます。はい、早速いきましょう。よろしくお願いします。いや、やっぱり東京って言ったら東京タワーだよ。すごい綺麗だね。やっぱりクリスマスはここだよ。ディズニーランド結構いいパレードだよね。ねえ、すごいいっぱいなんかキラキラしてて綺麗。じゃあスペースも？うん。やっぱりさ、クリスマスって言ったらさ、イルミネーションだよな。ねえ。めっちゃ綺麗だな。めっちゃ綺麗。もう大好き、もう俺がイルミネーションになっちゃおうかなーなんて。おばあち、これが中崎の教会だろ。他と何が違う。あ、なんかここで隠れ金字塔が発見されて、なんか世界遺産になってるじゃん。あ、世界遺産なの、すごいね。ほら、誰か貼り付けりだもんね。やっぱバラキの家落ち着くなぁ。ありがとう。なんかいいね、やっぱこの家デートってさ、クリスマスにちょうどいいなって感じで。あ、ごめんね、お菓子とか持ってきてなかった。持ってくるね。はい、どうぞどうぞ。さあさあさあ、クリスマスイブとか、クリスマスといったらやっ
ぱりあれしかねえよな。わあ。はい、ということで、終わりましたね。よかったじゃないですか。やっぱね、クリスマスデートで最適なね、場所を5つお話しました。どうでしたこの5つ、クリスマスに最適なスポットってことになりますけども、どう、てっちゃんはどれが一番良かった？これディズニーランドの境界で東京タワーとイルミネーションですね。はい、そうですね。そこだったかったらイルミネーションか、まず東京タワー。いや、やっぱりね、僕も東京タワー、東京の中で一番好きな場所、東京タワー、いいか、クリスマスの時に全部イルミネーションあるからね。そうですね、はい、いろんなスポットにね、イルミネーションありますからね。はい、ということで、バイクさん終わりましたので、見ましょうか。お願いします。じゃあ、今回ね、バイクさん検証していただきましたね。早速発表していただきたいと思います。よろしくお願いします。結構よくわかんないんだけど、多分こうじゃないかなって。どうですか。はい、1イルミネーション、はい、2ディズニー、はい、3お彼女の家、おいおい、4東京タワー、5教会ってことですね。これは別に私のじゃないんだけど、ん、私のランキングっていうよりは、なんかもうちょっとなんか明るい人たちのイメージで書いた。え、始まって以来、今日最終回にして始まって以来初の人の人がそうなんじゃないかなと。そう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 、バレて人間ではなく、私のじゃなくて、なんか一般の、なんだろう、あのリア充じゃないけど、そちらそうな感じの、なんかあの彼氏とか普通にできちゃうような人たちはこういう感じかなと思って。ディズニーとイルミネーション逆かもしれない、わかんないけど、一般のバカ通はそういうの見ましょう。さっきも言いましたよ、見たからね。はい、はい、ということで、見ていきましょう。まず1イルミネーションということになります。まあクリスマスだからね、だからクリスマスだからイルミネーションが一番いいかな。冬ってやっぱ綺麗に見えますからね、空気が澄んでて。で5教会、まあこれはまあ確かにね、なんか俺観光とかでしか行かないから、まあ教会ってまあ言ったらね、キリスト教っていうことで、まあだからそのあれなのかな、まあ、僕もね実は教会は一番ないかなと。でも多分だから人によっては1位になる可能性もあるから、なんか神聖な、ね、空気があるかもしれない、だから非常にいいかもしれないけども、例えば結婚が近いカップ、教会というのはまあちょっと大人かなと思いまして、そうだね、大人ということで、今回でね、この恋愛企画、はい、長いことやってきましたね。まあそう、長いことやってきました、まあ、2年、いや嘘つけ、ワンクールで終わりました。ワンクールで終わりました。ワンクールで終わりましたね。ワンクールもない、ワンクールもないくらい、ワンクール1ヶ月ちょっと。ということでね、さまざまな、ね、恋愛の、まあね、そのなんて言うんでしょう、まあ、ノウハウだったり、はい、まあ、いろいろね、おすすめのスポットだったりっていうのをね、紹介してきました。はい、少しでもね、参考になれたらね、僕ら幸いですね。まあそうだね。ということで、恋愛企画以上になります。ありがとうございました。